ごご覧いいただきありがとうございます現地22日、デトロイトタイガースはメジャーリーグデビュー前のプロスペクト、コルト・キースと契約延長、6年2864万2500ドルで合意したと発表しました2020年のドラフト5巡目、全体132位、現在22歳、右投げ左打ち、セカンドとサードを守るキース、MLB パイプラインのプロスペクトランキングではチームのナンバー2、MLB 全体では22位。 昨シーズンは w A で59試合、トリプル A で67試合、計126試合に出場。ホームランは w A13 本、トリプル A14 本で27本、通算打率3割6厘、出塁率3割8分、OPS は932でした。そんなキースとタイガースの今シーズン、2024年シーズンからスタートする6年契約。 通常、メジャー最低年俸の74万ドルでスタートし、そこから上がることはほぼない年俸調廷権取得までの3年間を250万ドル、350万ドル、400万ドルでカバー。さらに、調廷権取得後から FA 権取得までの3年間もカバーする6年間。そして、FA 権取得後の7年目から9年目まではクラブオプション。もしくはバイアウトとなっており、保証されるのは6年。 契約金200万ドルも含めてこちらの金額で2864万2500ドル。設定されているクラブオプションが全て行使されれば最大9年8200万ドルとなります。そんなキース、MLB パイプラインのスカウティングリポートでは、早くコンパクトなスイングによってコンタクト率は高く、ボール球に手を出すこともレア。 将来的に長いシーズンを過ごしていく中で環境に馴染み成長していくことでより早い打球速度より多くのホームランが期待できる守備はセカンドとサードだが昨シーズンのマイナーでのプレーから打球へのリアクションタイムスローイングモーションなどを考慮するとセカンドがベターいずれにしてもバッティングが第一のプレイヤーその体型もあり走塁ランナーとしては平均以下との評価を受けます 昨シーズン78勝84敗ながらアメリカンリーグ中地区で2位となったタイガース。今後は FA マーケットで前田健太、ジャック・フラハティ、そしてマーク・ケナラ、ベテラン勢を獲得していますが、ここに来てメジャー未経験のキースと6年契約。これで開幕メジャーはほぼ確定となったキースですが、23歳のライリー・グリーン、24歳のスペンサー・トーケルソン、さらには26歳のケリー・カーペンターらとともに、チームの中心となるヤングコアを形成し、 ポストシーズン進出に貢献することが期待されますなお今回のキースを含めこれまでに7ケースあるメジャーリーグデビュー前の選手が結んだ延長契約キースとタイガースの契約6年2864万2500ドルは総額で史上4位の規模となります1位は昨年11月にブルワーズと8年8200万ドルで合意した現在19歳の外野手ジャクソン潮流9年目10年目はクラブオプションで最大1億250万ドルとなります ブルワーズのスカウトは、ベネズエラ出身の長寮が12歳の頃から目をつけており、17歳を目前にした2021年1月、インターナショナルアマチュアフリーエージェンシーにおいて、180万ドルで契約。昨シーズンはダブル A で122試合、トリプル A で6試合、計128試合に出場し、ホームラン22本、44盗塁、打率2割8分2厘、出塁率3割3分8厘、OPS は805。 ーボール43個に対し三振が104個と荒削りな部分もありますがスピードとパワーを兼ね備えますかつて肘の問題を抱えたことがあり外野守備での肩の強さに懸念はあるもののスーパースターになるポテンシャルを秘めているとされる調理を3月11日に二十歳となりますがその3月の開幕日にメジャーデビューを果たすことができるでしょうか そんなジャクソン・チョウリオに次ぐメジャー未経験での大型契約延長総額2位はシカゴ・ホワイトソックスのルイス・ロバートで6年5000万ドル2020年1月21歳でこの契約に合意するとその年メジャー1年目の短縮シーズンで56試合に出場ホームラン11本31打点 OPS738 都市ルーキー・オブ・ザ・イヤー2位ゴールドグローブ受賞その後2シーズンは怪我に苦しみましたが昨シーズンは145試合に出場 打率2割6分4厘、ホームラン38本、OPS857、20盗塁。現在26歳。そう、公、主の揃ったロバートが、ついに本格ブレイクを果たし、ホワイトソックスにお得感が生まれたと言える基本契約6年5000万ドルは、今シーズンを含めてあと2シーズン、2025年シーズン終了まで。その後、27年、28年は、それぞれ年俸2000万ドルで、ホワイトソックスにオプションがあります。 続いて3位にはこちらもホワイトソックス。イロイヒメレスと2019年3月に結んだ延長契約。6年総額4300万ドル。その1年目、19年に122試合でホームラン31本。ルーキー・オブ・ザ・イヤー4位となったヒメレス。さらに20年の短縮シーズンではホームラン14本。シルバースラッガー賞を受賞。ただその後の2シーズンは怪我に苦しみます。それでも昨シーズンはハムストリングやかかと、股関節の故障がありながらも120試合に出場。 ホームラン18本で OPS は758としました。現在26歳。今シーズンが基本契約最終年の6年目。25年、26年はそれぞれ年俸1650万ドルでクラブオプションとなっていますが、昨シーズンのトレードデッドラインで放出候補に上がったともされており、キャリアにおいて非常に故障が多いことも踏まえると、現状でこの金額のクラブオプションが行使されるかは微妙なところです。 今年がホワイトソックスでの最後のシーズンとなるかもしれません。続いて5位タイにはフィリーズとスコット・キンガリーの6年2400万ドル。2015年のドラフト2巡目、全体48位指名のキンガリー。2017年にダブル A とトリプル A で132試合に出場し、ホームラン26本、29盗塁、打率3割3厘、OPS889 とし、18年シーズン開幕前のスプリングトレーニングに招待されると、そのオープン戦で20試合、 打率3割8分1厘、OPS1140 と爆発。この活躍もあり、当時最高額となる6年2400万ドルのオファーを受けて5位。スピードがあり、セカンドをメインに、外野もこなせるスーパーユーティリティとして開幕メジャーを果たしますが、1年目はそのメジャーの壁に苦しみます。それでも2年目、2019年はコースターとオールスターブレイクまでは打率2割9分2輪ホームラン11本、OPS889 とします。 ただ、オールスター後の後半戦、後に手術に至る肩の故障もあり、スランプに陥り、結局、この年は打率2割5分8厘、ホームラン19本、OPS788。20年シーズンはコロナウイルス感染なども重なり、徐々に出場機会が減少。そして21年、15試合に出場した後の6月、DFA とされます。 その後、ウェイバーをクリアし、フィリーズのマイナーに残ると、22年6月7日に、故障者の穴埋めとしてメジャー40人枠に入りますが、3日後にアウトライトとなり、再びマイナーへ。そして、メジャーでの出場がなかった今シーズンをもって、6年契約が終了。フィリーズは保持していた7年目、1300万ドルのオプションを破棄。かつてはダスティン・ペドロイアとも比較されるほど期待されたスコット・キンガリー。故障もあり、結果を残すことはできず。現在、29歳。 来シーズンはフィリーズと2015年に結んだマイナーリーグ契約に戻り、ファームシステムに残ることになりますそんなキンガリーと同じ6年2400万ドルの延長契約で、2019年にマリナーズと合意したのはエヴァン・ホワイト。2017年のドラフト1巡目、全体14位、19年に WA で92試合、打率2割9分3厘、ホームラン18本、OPS838 の好成績を残したオフに、契約延長で合意したホワイトとマリナーズ。 その1年目、短縮シーズンでは54試合に出場。打率1割7分6厘、出塁率2割5分2厘はいずれも規定打席に達した選手の中でワースト。ただ、ファーストの守備ではゴールドグラブを受賞します。翌21年は左で部の故障で60日間の故障者リスト入りするなど、出場わずか30試合。22年はスポーツヘルニアの手術。 23年は股関節を痛め、さらに左で部の手術などもあり、マイナーでのプレイはありましたが、メジャーでの出場はなし。そして、今オフ12月にマルコ・ゴンザルス、ジャレット・ケルニックとともにトレードでブレーブスへ。その翌日、ブレーブスからデビッド・フレッチャー、マックス・スタッシーとのトレード要員としてエンジェルスへ。2019年に結んだ6年契約はもちろん継続中。今シーズン、2024年は700万ドル。25年、800万ドル。 26年はクラブオプションで1000万ドルもしくは200万ドルのバイアウトとなっていますので少なくとも1700万ドルを残しています最後は2014年6月2日にアストロズとジョン・シングルトンが合意した5年1000万ドルこれがメジャーリーグ未経験の選手による史上初の延長契約でした契約合意の翌日6月3日にメジャーデビューを果たしたシングルトン しかしその後、95試合に出場した1年目のシーズンは打率1割6分8厘、ホームラン13本、OPS620 と期待に応えることはできず、2年目、2015年の開幕はトリプル a で迎え、この年のメジャー出場は19試合のみ、その後は契約期間のほとんどをプル a で過ごす中、2018年、マイナーリーグでは禁止薬物に指定されていたマリファラの使用が発覚。当時 メジャーでは選手に対するマリファナの検査は行われていませんでしたが、マイナーでは禁止薬物とされ、検査が行われていました。シングルトンは2012年にもマリファナの使用で2回の出場停止処分を受けていたこともあり、この時は100試合の出場停止処分が課されました。そしてその出場停止期間中、5年契約最終年となる18年の5月21日にアストロズからリリースされます。その後、メキシカンリーグでのプレー ブルワーズでのマイナーを経て、2023年6月に8年ぶりのメジャー復帰を果たします。約2週間後にブルワーズを DFA となり、ウェイバーをクリアして FA となったところで、アストロズと再びのサイン。8月にメジャーに上がると、2015年以来のミニッツメイドパークでの出場となった8月11日のエンジェルス戦で、日本のホームランを放つなど、印象的なシーンはありましたが、メジャーでのインパクトを残すまでには至りませんでした。 現在32歳のシングルトン。現時点では来シーズンもアストロズの支配下選手としてプレーすることになっています。なお、MLB は2019年12月にマイナーリーグの禁止薬物リストからマリファナを外しています。これについてシングルトンは昨年3月に USA トゥレイのボブ・ナイチンゲール記者の取材に答え、マリファナが禁止薬物でなかったのならば、自分のキャリアは全く違ったものになっていただろう。正直言って、 180度変わっていた,ただ、当時は時代が違った。人々の考え方も違っていた。奇妙なものだ。だって、みんなアルコールにはとても寛容だったけど、フィードに関しては全く違った感覚を持っていたからとしています。ちなみに MLB は2022年10月に北米四大スポーツリーグで初となる CBD 事業を行う企業とのパートナーシップ契約も結んでいます。 改めてメジャーリーグデビュー前の大型延長契約数少ないケースの中で様々なドラマが垣間見えましたが今後、ここに新たに加わったタイガースのコルト・キースとブルワーズのジャクソン調理は・チョリはこの先どんなキャリアを歩んでいくでしょうかご覧いただきましてありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いいたしますじゃんけん